はい、皆さんこんにちは、2月12日日曜日、21時2分になりました、今日も一眼動画についてのトーク124回目で、やっていきたいと思います。今日は、エマークデザインのエマークさんにお越しいただきました。こんばんは。はい、こんばんは。出だしからちょっとどもりすぎでしょ。本当ですね。はい、つい先日ね出ていただいた、ばっかりですけども、はいはい、はい、今夜もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。今日もご自宅にいらっしゃったんですね。うん、今日はまあちょっと出かけてましたけども。おう、どこですか、買い物ですか。いや違います、ちょっとカメラを持って近場にね。カメラ修理。うん、じゃあ撮影をなんで修理。まあ、引っ越しの間際は結構バタバタしてんなって感じで見てたけど、うんうん、だけどそれが終わってね事務所移転してから、うんうん、なんかえらい髪もね、うん、こうさっぱりしてさ、うんうん、でなんか生活リズムもさ、うんうん、普通の生活で土日休みで、そうそうそう、うん、なんか結構幸せそうじゃんっていうね。うん、いや本当そうなってくるとね、うん、なんかもういいやってね。今で満足しちゃってんだけどみたいな。ああ、そうかそうか。いやでも言ってしまうとこれぐらいのことで満足してるようじゃダメだと思いますけど。はい、うん、まだまだね、うん、できるといろんなことできるとは思いますが、うん、なんかねその辺が満足しちゃってる部分がやっぱあるので、はい、これはね。うんうん、いいっちゃいいんですけど、でもやっぱ良くないですね。あ、やっぱ常にハングリーにいた方が、うん、確かにね。それがいい、ね、旧エマークスタジオにはの時代は、うんうん、結構なんかあったんですけどね。 あったあった、うん、やっぱり、うん、いろんなこうアイデアを出して、うんうん、まあ、いろんなこう、まあ、ちょっとこうクリエイティブなことやってましたね、うんうん、まあ、いろいろねアイデアを出して、そう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 、まあ、一人だけじゃなくて出し合ってね、うんうん、そういうことやってる時って楽しいでしょ。なるしなし、結局ね実現しなかったその企画とかもいろいろあるんですけど、うん、はい、いやそういうの考えるのがやっぱ楽しかったんですよね。あ、なるほどね、うんうん、まあ、僕もそれはねそういうのを考えてるときは楽しいです。うん、うん、だからね本当はそういうのをもっともっとやってた方がいいんでしょうけどもってとこですね。うん、そうか。まあやっぱね実生活がやっぱ充実してくると、うん、もうネット上にはあんまりこう浮上してこなくなるんですねきっと。そうっていうとかなり語弊つか敵に回しちゃうけど。ていうか、まあ、うん、僕もこう毎日発信してるってことは、うんうん、充実してないっていうことにもなるからね。そんなことないんだけど、うんうん、まあだけどそうだね常にこう、うん、インターネットに向かって何かこう喋ったりとかなんかやり続けてるからね、うん、僕は。そう、なんかあるんでしょうねきっとね。よっちゃんは意外と結構やってますよね。やってますよ、更新頻度もこのサブチャンネルは非常にこう多いですよ。毎日のようにやってるんじゃないですか。やってますね、面白いですもん、だっていろんな人と話すって、うん、まあだけど暇ですね。暇なんだよねきっとね。家でやることなんかないですよでも、うん、帰って飯食って、うん、うん、仕事だったらもうまっすぐ家帰る。ああ、もうそうそうそう、うん、結局ほら飲んだりとかっていうことはしないタイプなんで、あ、うん、僕が酒好きだったらこういうマイクの前で話すんじゃなくて、うん、飲み屋で話すっていう風になってたかもしれないね、うん、それがない。なるほど。いや仕事、はい、仕事っていうのは結構残業とかあったりします。まああったりなかったりですけど、まあそんなにエマークさんと同じぐらいじゃないですか、うん、早いですよ、うん、夏だったらもう全然明るい、うん、まだ昼間かっていうぐらいにこう家帰ってるしね。、うん、そっか、うん、それはもう落ち着いちゃってますね。そうそうそう、リズムが出来上がってるから、うんうんうん、だからまあ10時11時になってくるとそろそろ暇になってくるわけですよ、子供も寝てね、うんうんうん、そしたらまあ1時間とかそこらちょっと喋って、うんうん、それを30分でタイトルつけてでアップすると、うんうんうん、いう感じの繰り返しですね。うん、まあいい暇つぶしにはなるんでしょうね。暇つぶし、うん、いやまあまあ充実してますよ、中身とかね、うん、まあ、でもそのよっちゃんの暇つぶしに付き合わされる方が大変ですな。いやそろそろ呼び戻さんと。何が。いやだってこの間ツイキャスライブで今度、うん、いつか出てくださいって言いましたよ。
あのですか、うん、で、まあ、前みたいにあの毎日のようにやってもらえばいいんじゃないですか。いや毎日はだってもう今ほらいわゆる自分のホームグラウンドっていうのがあるわけですよ、うん、ああツイキャスね、そう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 、うん、あれがもう一つのホームグラウンドですわ、うん、結局あの人も、まあ、今までねブログだったりとか、うん、フェイスブックとか、うんうん、まあ、いろんなところをこう点々と、まあ、僕も含めてね、僕もブログやったからもともとブロガーだったんで、うんうん、点々とした挙句今の時代俺が発信するのに一番いいチョイスはこれだっていうのが多分あの人が掴んだのがツイキャスライブだったんですよ、うん、なるほどね、うん、まあ、僕はこの一眼動画トークと、まあ、メインのチャンネルはまあたまに更新して、うんうん、だからまあお互いにもうねホームグラウンドっていうのがこうおのおのあるわけですよ、うん、そうそう、だそれはそれでいいんじゃないですかね、そこで活動する、うん、発信するっていうね、うん、そっかそっか、うん、まあいいか、うん、いいいい、この間も別に全然あの喧嘩したわけじゃないし、うん、喧嘩したわけじゃない、うん、あれ喧嘩、全然え聞いてた、あれ聞いた、ちょろっと聞きましたよ、ちょろっと、ちょろっと、全然あのほらあのいい感じでさ、うん、僕のちょっと音質が悪かったけど、うん、うん、ラジオみたいなあの音質になったけど、うん、だけどまああの良かったですよ。あ本当ですか。うん、それ良かった。はい、だからまあでもね、もっともっと絡みを見たいなっていうのは正直あるんでね、ぜひね、アストロ氏にも来ていただきたいですけどね。うん。まあ、あれ、うん、機材の話がさ、もう最近よく分かんなくてさ、うん、僕もね、うん、正直、うんうん、前は何話したんかな、あの人もあんまり昔はそんな知らなかったから、うんうん、基本的にはソニーとかキャノンの話しかしてなかったと思うんですよ、うんうん、で今はほらあの人含めて、うん、何オリンパスとか富士とかいろいろあるでしょ、ライカとか、そうね、うんうん、もうその辺の話さっぱりだから、うん、1分ぐらいだったら話し合わせることができる、もうずっとって多分できないですよきっと、うん、あそうか、うん、でもそれ言ってしまうと、うん、僕もそんなにカメラのこと詳しくないですから、はい、うん、でもこうやって盛り上がるわけじゃないですか話してると、うんうんうん、だから別にその共通な話題がなかったにせよ、うん、まあ、2人でトークを始めればきっと面白いものができるんじゃないかと、うん、そうですね、うんうん、いやまあ、 あのできればね、うん、来てもらいたいなと思いますよ、うんうん、まあ、別にねその動画だからとかねスチルだからってこう、うん、ほら、線引きすることなく、うんうん、だって実際に、まあ、今日ね一眼動画トークって言ってマークさん来てもらってるわけじゃないですか、うん、でマークさん別にだってあのビデオの人ってわけじゃないでしょ、全然違いますね、うん、今やってる活動はだってスチル写真じゃないですか、うんうん、じゃあなんで僕がアストロさんをここに呼ばないのかっていう理由は嫌いだから、いや違う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 よ違うよ、嫌いだったらツイッキャスライブ出ないから、うん、あそうですね、うん、結構僕とアストロさんっていうのはそこそこの息が合ってると思ってるんですよ自分では、いや本当そう思いますよ、うん、そうで、あの人も多分そういう風に思ってると思うんですよ、うんうん、だけど、まあ、さっきももう一回繰り返すけど、ね、うん、大事なところね、あの人は今までインターネットの、ね、こう発信アプローチをいろいろ模索したわけですよ、ブログがいいんかなって、いやもうブログテキストめんどくせえなとかさ、うんうん、でフェイスブックがいいのかなとかさ、うんうん、こうやってた挙句最後ここだっていうホームグラウンドがツイキャスライブだったんですよ、うんうんうん、顔出さなくていい、声だけでいい、うんうん、でいろんなこう BGM とかね、こうおしゃれな雰囲気にできるとかね、うんうん、話やっぱりほらいろんな機材の話でやっぱね何時間でもこう語ることあるじゃないですか、うんうん、そういうのをたまにこう特別ゲストとかも、招いて、うんうん、盛り上げていくってあの人は合ってると思います、うん、で僕もその僕も結局ね、まあ、あの人とずっとやったからその気があって、うんうん、でトーク面白いなってことで、まあ、僕は別にそのツイキャス今更やるわけにはいかないから、うん、この YouTube で、うんうんうん、まあこう一眼動画トークをやってると、うん、なるほど、お互いもうほら家をさこう建ててさ、うん、もうそれぞれホームグラウンドがあるわけですよ、うん、だからたまにちょっと家遊びにおいでよとかっていうことはできるよ、うんうん、だけど今までやったみたいに、うん、またちょっと来てくださいよって毎日毎日っていう感じではないだろうね今後は、うん、ああなるほどね、まあそれはそうかもしれないですね、うん、まあたまにっていうのが、うん、まあそれが面白いんじゃないですか、いや、そう、うん、そうでしょうね。いずれまた来てもらいますよ。あの人が良ければね。
かたくなにあの人がいやいやもんな一眼動画トークも絶対行かないとかって言ってんだったらまた話は違うけどね。ああ、うん、なるほどね、うんうん、この間行ったし、うん、また来るっつったら来るんじゃないですか。そうね、うん、まあそれは楽しみにしておきます。はい、うん、なんか、ね、変な方向にもこう持っていこうとするからさ。いや、してない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 です。うん、これいつもその、はい、まあ、声だけね、うん、録音して、はい、まあ後でアップするじゃないですか、はいはい、そのまあ、アストロさんのツイキャスじゃないですけども、ええ、その生放送みたいなことをやろうっていうふうには考えないですか。いや、声だけの生放送みたいな、うん、いや本当にね綺麗にやる方法があるんだったら、うんうん、まあ、やってもいいかなと思うんですけども、だってねこうやってその今我々二人こう話してる時にその今日もうとりあえず始めちゃえと言って始めて、うん、ええ、特に何の話をするって決めずに始めたじゃないですか、はい、そういう時にネタをもらえると思うんですよ、ええ、ああまあね、うん、それはまあ、うん、ありがたいですよね。そこから拾ってってね、うん、そのトークをしていくっていうのは一つねやり方としてありなんじゃないかなっていうふうには、うん、まあそれはいい面ではねそこがありますよね、うんうんうん、だけど例えば話がものすごく盛り上がってる、もしくはマークさんとすごくマニアックな話で、うんうん、深く突っ込んだ話をずっとこうしてたと、うん、そこに没頭してたら30分1時間経って、うん、ふと我に返るとコメント欄ブワーっとこう、うん、でも時間来たから、うん、あもう全部する、うん、すいませんとかつってさ、うん、うん、そこはやっぱその、うん、やってて慣れるしかないですよね。そうだね、アプローチがあるよね、うん、やっぱりね、うん、やっぱ生は生のやり方が多分あると思うので、うん、僕もその生のホストっていうのやったことないですから、うん、やり方ちょっと分かんないですけども、そうですね、そこ気にしなくちゃいけないですよね、うんうんうん、やっぱやらないとやっぱ始まらないんじゃないですかね、うん、まあね、最初はしょうがないんじゃないですか、そのなかなかそのコメント拾えないとかね、うんうん、まあまあ拾うような拾えないってぐらいのコメントは来ないでしょうけど最初は、ね、まあそうでしょうね、うん、まあそうでしょうけど、うん、そう、いや、いやぜひね、うん、それはねやってほしいなっていうふうにちょっと思っていて、あ、うん、まあ、確かに ね総合こう通信というかねリアルタイムでね、うんうん、それは、まあ、参加型っていうのはやっぱね、うん、ちょっと広げていってもいいんじゃないかなっていうふうには、うん、思いますけど、うん、そうだね、まあ結構上がり症だから、うん、声だけでも難しいかもしれない、まあ最初はね結構慣れないかもしれないけど、まあ、しばらくしたら多分慣れるかもしれないですね、うん、いや普通にできるようになるんじゃないですか、うん、ただまあそのいや僕はその生放送無理ですってやんなかったら多分もう一生やれないことになってしまうので、うん、ああまあ可能性は、まあ、そこはね、はい、うんうん、そこはちょっと、はい、じゃあ一回挑戦してみようかと、うん、まあ言うのもありですね、本当に明らかにダメだったら、はい、やっぱダメでしたと、うん、でやんないのもまたそれはありだと思いますけど、うん、生放送まあうん、やりましょう、うん、つかなんか敷居が高いじゃないですかあれって、いろいろと、そうですか、うん、そのスカイプと、いやまあ、うん、僕一人だけで発信するだったらいいけど、うん、スカイプで相手の音声をそこそこ綺麗に拾いながら音量バランスも合わせて、うん、で BGM もね、うん、大きすぎず小さすぎず、うんうん、かぶせてとかいろいろなんかありますよね。でもね視聴者はそんなとこそんなに気にしてないですって、その声の音質がどうのこうのとか、うん、BGM とのバランスがなんか微妙だとか、まあ、やりながらなんか、うん、明らかに変だったら突っ込んでくるし、うん、ちょっとねその音質が良くないとかっていうのはそんなとこ気にしてないと思いますよ、うん、それよりもやっぱこう生で実際にその、うん、参加できるっていうことの方が意義があるようなことだなと、ええ、うん、まあね、でもねそんなに気の利いたこと言えないからね、そのせっかく書いてくれた人に、うん、うん、ねえさんこんばんはっていう感じでしか言えないからね。いやでもそんなもんじゃないですか、うん、僕もその生っていうのは自分がホストでやったことないですから、ちょっとよくわからんですけども、はい、他の人の生放送を見ててもそこまで、ね、大々的に拾ってそこから話題を広げてどうのこうのっていうのはそんなないじゃないですか。あ、うん、あ何々さんこんにちは、あこんにちはぐらい、うんうん、逆にうんコメントを拾うという配慮、うんうん、そこはあ気遣いが必要だなっていうプレッシャーはあるものの、うん、
うん、コメントが例えば生放送せっかくやってね、ツイッターでもさ、うん、今から生放送やりますとかって大々的に言ってんのに、うん、全然書き込みくれなくて、うんうん、で僕一人でスカイプで、通話してる人もいなくて一人でずっと喋ってる、うんうん、そういうのは多分ね1時間とか喋れる自信がある1時間ずっと喋れる寂しく、寂しく、それは寂しすぎるよね。うん、そこででも人気がわかるよね。わかるね。うん、本当の人気がね。うん。いやだけどそれなりに楽しいことを多分カメラのなんか楽しい話をしますよ。うん、きっとコメントないながらもさ。いや、コメントないながらも。それはだって生放送じゃなくていいよね。うん、まあね。そうそう。だから結局収録型が向いてんのかなっていう。いやいや、そんなことないですよ。一回とりあえずやってみましょうよ。生放送。僕ゲストで出ますから。あ、そうっすか。うん。うん。試しに一回やってみましょうよ。うん。まあそこでまあいろんなことが見えてくるわけですよ。かね。うん。まあね、どういうふうにやっていけばいいんだとかね。うん。まあ今後もやり続けるね、うん、意気込みが芽生えるか芽生えないかとかね。うん、あ、それとかあとはまあ、あ、俺って意外と人気なかったんだなっていうことも分かるかもしれないし。そりゃあ、うん、もうちょろちょろっとコメントはあるかもしれないけどね。うん、そう、うん、まあコメントは結構いただいてるけども、あ、うん、俺って意外と嫌われてんのかなとかね。うん、まあ、そういうことも分かってくるかもしれないし、うん、でもそれってね、うん、ある程度継続しないとやっぱりみんな、なんていうかな、書き込みに対して気遅れして、うん、あ、いきなりなんかよっちゃんが生放送始めたと、うん、うん、そうそう、なんか継続的に、あ、毎週やってるってバン TV さんみたいにね、うん、あんな感じでやってたら、あ、またやってくれたなって、よし書き込もうかっていう感じでね書いてくれると思うけども、突発的に、いやでも意外と気軽に書き込めません、うん、そうかな。いや我々なんかはその、うん、その名前とね顔が一致するので、ええ、パッと書き込むと、あ、誰誰ってすぐ分かりますけど、うん、だけどそんな顔出しとかでやってない人っていうのは、うん、そんなに分かんないわけじゃないですか、うんうん、特に YouTube のアカウントで何かをやってるってわけじゃ皆さんはないでしょうから、はいはい、うん、そんなに書き込むことに抵抗があるのかなっていうふうにはちょっと思うんですけどね、はあ、比較的気軽に書き込めるんじゃないかな、うん、なんかツイキャスはもっと気軽に書き込めそうですけどね。あ、ツイッターアカウントなんでね。ああ、そうなんだね。うん、うん、YouTube 生配信ですか。うん、うん、なんかダラダラになってしまいそうで。いやだ、うん、いいじゃないですか最初は。うん、まあね、アーカイブ残す残さないは後から選択できるでしょ。うん、うん、いや僕はもうアーカイブは残す必要はないと思ってる。あ、本当に派なんで。ああ、そういう感じでいいんだったら、まあ、そのライブはライブだから楽しい。そうですね。であって、うん、そのアーカイブにした瞬間その鮮度落ちるわけですよ。ああ、そうだね、うんうん、なので僕は基本的に自分のチャンネルでやったアーカイブっていうのも生放送だと多分ほとんど残してないんで、うん、あ、本当に、うん、残してないですね。うん、なんかそこはちょっとこだわりがあって、やっぱ生だからいいんじゃないのっていう、うん、うん、そうか。スマホでやってみるかな。あ、いいじゃないですかスマホでも。うん、うん、やりましょう。まあ、あのスカイプで通信しながらっていうのがあのライブの初回だとしたら結構それってハードル高いような気がするんだけどね。うん、でも映像入ってなかったら余裕でしょ。うん、映像を入れないっていうのはまあ確かにね軽いと思うんですけど、うんうん、それが分かんない。スカイプで拾った音源を、うん、どういう風にその生の、うん、音でこうアウトするのかっていうのはね、うん、ああ、いや実は僕もよく分かってないんですけどその辺は、うん、その辺がはっきり、うん、はっきりしてきたら、うん、やってもいいかもしれないですね。ちょっと調べて、はい、
うん、僕もちょっとやったことないんで、そのスカイプでどうのこうのっていうのは、うん、全然やり方知らんんですけど、まあ、ちょっとやり方調べてみて、うん、まあ、できそうならちょっとやってみると一回。そうですね、うん、うん、まあ、本当はね一回もやったことないですよね、生とかって。いや、あの夜中に宮下さんと、うん、テスト的に、うん、あの20分かなやったことがあったんですけども、あまりにもお粗末、あのね、その時失敗したのは、まあ、あの何件かちょっと コメントいただいたんですけど、うん、あの宮下さんの声を、なんだろう、 iPhone でマイクにこうほらマイクに近づけて、うんうん、宮下さんと普通の電話の音声をマイクに近づけてやり取りしたんで、もう音がさ、さすがにね、さすがにね、さすがにもうアナログのこのスピーカーから、うん、やってるから、うん、もうちょっとひどかったんで、いや、さすがにちょっとそれは、うん、そうですね。で、相手の声もなんかちょっとはっきり聞こえにくいしとかっていうのがあって、なんかぎこちない感じだったんですよ。うんうん、だから、あ、もうこれはちゃんと出直した方がいいなっていうところで、で同時に、うん、あ、もうなんか生放送っていうのはいろいろとこう大変だなと、うんうん、収録で、まあ、あの凝ってやった方が、うんうん、なんかいいのかなと思って、もうそのままになってます。はい、まあ、そうですね。生放送ちょっと確かにちょっと敷居高いですよね。高い。うん、いや僕も正直そのやり方っていまいちよく把握してないので、それをねサクサクっとできる周りの人たちっていうのは、あ、すげえなと思うんですけど、でもきっとやんないといつまでたっても同じ状況ですよね。そうですね。うん、いや僕もね、うん、個人的にその生放送っていうのはそのスキルを身につけるためにもやりたいなと思ってた時期があったんですけど、はい、結局やらずじまいで、うん、ということはやっぱスキルも身についてないと、うんうん、誰かにやってもらわないとできないっていうような状況なんでね。お、うん、じゃあ山奥さんも生放送やりましょうよ、うん、何をテーマにするわけでもなく、うん、え、僕はいいっすわ。なんで僕に散々進めといてさ同じ YouTuber なんだから。違う、うん、あのよっちゃんはそのこうやってね一応、まあ録音とはいえね、そのちょくちょく配信してるわけじゃないですか、こういうトークをね、はい、うん、だけど僕はやってないですから、そういうことはね、うん、そも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 の、うんうん、そのいつもやってるものを、うん、ただちょっと生でやってみたらどうですかっていう、ね、うん、いや、あのいいですよ別に、あの、うんうん、生だからって何かこう、うん、まあ、そこまで緊張するというわけでも多分ないと思うから、うんうん、ただ環境面がすごく心配で、うんうん、本当に自分の音声聞こえてるのかなとか、相手の声でかすぎないかなとか、うん、そういうことが気になって、うん、自信持ってちゃんとこうこんにちはってこう始められるのは、うん、1回2回失敗した、うん、後でしょうね、きっと。そうでしょうね、うん、だから最初はテスト的にやる感じにしましょうよ。はいはいはい、うん、うん、まずそのスカイプをどうやって、Aマークさんの声を今こうやってね、うん、バランス合わせてやってますけど、うん、そういう感じで生でそれをやるっていうのがどうやってやるのかっていうの、うん、もし分かったら、まあ、僕もちょっと調べておきますけども、うん、分かったらちょっと教えてもらいます。 そこだけですわ多分、うん、多分ですけど、ね、あと映像の消し方、うん、映像はだってスカイプで簡単に消せるでしょ。いやだけど生でやるのはスカイプ関係なしに、生は生でどっかをキャプチャーしに行くわけじゃないですか、その生放送のキャプチャーソフトだか分かんないけど、うん、それを引っ張ってきて URL だか引っ張ってきて生配信するわけでしょ、うん、そうで映像は参照させたくないわけですよ。そうですね、うん、まあ、別に顔出してもいいんだけど、それはそれでなんか、うん、いやまたそれめんどくさいですよ、うん、顔出す、まずはちょっと声だけでいけるかっていうのね、うんうん、なんかほらアナログ的にやるんだったらもうカメラのところにマイク、あの何黒いテープ貼っとくとかさでもなんかそれファイルサイズの無駄ですよね、真っ黒の、うんうん、無駄ですね、うん、そう音声だけでやりたいですね本当に。そうですね、うん、それじゃ軽いもんね、多分 いけると思うんだけどな、うん、まあでもそこまで本当に映像嫌だったらもうあのツイキャスライブをやれよって話なんになっちゃうんだけどね、きっと。あ、うん、ツイキャスライブでも映像付きのやつがあるのか。ありました。だから別にツイキャスだろうと YouTube ライブであろうと、ええ、やっぱやり方は一緒だと思うんですよね基本的に、うんうん、その基本的なやり方っていうのを要は知らんので、うん、我々は、はい、うん、それ誰かに聞かんとあかんのかな、うん、そうですね、はい、まあやるの、大変なのはホスト側ですよね。で僕は参加するだけなので、あ、もう喋ってるだけでいいね、喋ってるだけでいいんですけど、うん、
ホストになる方が、うん、なるよっちゃんがやっぱそれなりのなんか知識と機材とかもいるのかな、ちょっとよくわかんないですけど、機材、うん、うん、多分ループバックができるオーディオインターフェースとかがいるのかな。ほう、ループバック、うん、パソコンの音を出す、うん、いやちょっと よくわからんけど、うん、うん、なんかあのキャプチャーソフトはいるんでしょ。うん、いるんでしょうね多分、うん、画面なりをその取り込むためのさ、うん、うん、なんだっけね、OBS とかいうやつでしたっけね、ですかね。それってハードじゃなくて普通のソフトウェアですよね、うん、そうですそうです。あ、それを買うなりなんかどっかから引っ張ってくればいいわけですね。 OBS は確か無料なので、うん、あ、分かった、そのまま使えるんですね。なんかバン TV さんに全部聞きますわ、うん、あの人だってもう生もさ最初なんかいろいろこう四苦八苦しながら、うん、うん、今に至るんで、うん、今もう、まあ、安定感があるからもうあの人にちょっと聞くわ。そうですね、あのおじさんに聞くのが早いかもしれないですね、うん、そうだな、うん、音声だけでできますかって、うん、うんうん、ちょくちょくやってるんですかあの人は。あの人毎週やってますよ、帝国に。あ、そうなんですね、はい、あの1週間の活動を、うん、振り返りって感じで、うん、あの人どういう人なんですか。何どういう人って。あの人はどういう方なんですか。いや、なんか腰の低い人ですよ、今日もあったけど。あ、本当ですか。なんかでもなんか顔は怖いじゃないですか。顔は怖い、いやもうそれも自覚してるしよくネタにするんだけど、うん、いやなんかすごく腰低いですねあの人。あ、腰低いですね。なんかめっちゃ顔怖いんですげえ怖い人なのかなと思ってたんですけど。いや、うん、誤解される顔かもしれないね。てか顔っていうかあの YouTube でカメラ一人で自撮りする時のあの目つき、うんうん、が前から僕突っ込んでんだけど本人に突っ込んでんだけど、うん、でもなんかそういう目つきになっちゃうらしいんですよ、うん、ちょっとね、うん、言ってるっていうかね、うん、睨んでる感じするでしょ。うん、だけど会って普通に喋ってる時全然そんなないから。あ、そうなんですね、うん、やっぱまあ自撮りする時のやっぱ癖がさ、うん、僕も多分そういうのあると思うんですけど、うん、自撮り慣れしてないからね、うん、前アンソニーさんと一緒に並んで喋ってた時も、うん、あれ面白かったな。あれは なんていうかね、今まで僕大体一眼動画トークって最初に話すじゃないですか僕が、うんうんうん、前置きバーっと喋ってさ、でゲストのエマークさん、うん、こんばんはっつってやるじゃないですか、うんうんうん、逆のパターンだったから、うん、ずっとアンソニーさんが上手に喋ってさ、上手なんですよやっぱり、うん、でその後にはいよっちゃんさんっていう感じで言うじゃん、うんうん、いやもうガチガチになっちゃってさ、ね、あのすごいリョン君と緊張がすげえ伝わってくる。そう、リョン君と初めてあの喋った時と同じ状態、うん、あれはちょっとすごい映像だったな見たけど目が座っちゃってる。あ、そう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 、うん、いやー緊張しますね、自撮りは緊張しますね。うん、一人でもうなんか構わずにこう一人だけでやるんだったらいいんだけど、うん、うん、そばに人がいるとね、うん、難しいなと思いましたね。あ、うん、そう、でもじゃあバーさんは結構詳しいんですね生放送に関して言えばね。あ、詳しいと思います。あ、じゃあもう近いんですよね。近い、うん、うん、じゃあちょっと聞いて、あの人にそうだねパソコンまあ持って行ってでインストールして、うん、であの人の家でいっぺんちょっと、うんうん、生でやるかな。そうですね、いいんじゃないですかね。それがいいよね。うん、それで配信してみてくださいよ生で。はい、うん、そこでちゃんとあのまあ開通させたら、うんうん、2回目は、うん、エマクさん来てもらって。そうですね、うん、そう大暴れして帰ってもらうと。なんかネタ用意しとかないといけないですね。そうだね、あ、うんうん、嫌いな人の名前を一人ずつ言うとかって。なんかさ本当にマークさんそういうの好きだよね。え、なんか自分のチャンネルでやりたくないようなことを、うん、人のチャンネルでなんかこう爆弾をさ、うん、いやいや嫌いな人なんかいないですよ僕は、うん、いやいや一人や二人やっぱりいますよね、まあ、僕の知らない人かもしれないけども。ああ、うん、うん、まあ所詮ネットでしかないからね、うん、まあ何かそういう暴露大会みたいなのもいいんじゃないですか。あのそれは何もうアーカイブ残さないっていうあの前提で。そう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 、もう暴露するっていうね。
自分のことを暴露するんじゃなくて相手のことを暴露しちゃうっていう方でね。とかまあそこに、参加してない誰かの暴露を言うとかね、はい、アストロさんあたりの本名とか言っちゃうみたいな。いや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 、それまずいでしょ。最近はあれですか、つるんでるんですか。あ、この間ね、うん、なんかあの人引っ越し、俺は言っていいのかな、まあ、引っ越したんですわ、うんうん、で、ちょっとその引っ越し祝いがてらお家に遊びに行ってきましたけど、あ、うん、でもそんなでもないですね最近は。一時期はなんか、うん、すごいツイッターとかでやり取りしたりとかライトやり取りとかしてましたけど、彼氏彼女のみたいな関係でこうずっと、いやいや、そうそう、そこまでじゃないですけどそこまでじゃないですけど、お休みとかっつって、うん、まあ前はあの僕は比較的ちょっと時間がね、融通聞いたんで、ああ、うん、ただ最近はちょっと結構がっちりね、うん、時間が決まってるので、うん、まあ前みたいには、うん、前ほどはちょっと連絡取り合ってはいないですけども、うん、まあそうだね、ね、うん、うん、まあスチル写真で、GFX っていうのを買うでしょ、うん、うん、でそこに向けてまあいろいろこう、まあ、まあ周辺のパーツをこういろいろ買ったりとか、うんうん、そういうこともやらなあかんし、でそういう情報をやっぱりまあ外にね発信していくということもやりたいし、うん、うん、そうね、もう一国一城の主だから今ね、ホームグラウンドさ、ね、構えてさ、そうですよね、うん、うん、でマイク立ててさ、まあ、僕と一緒ですよ、うんうん、そうですよね、そうそうそう、まあ、それは楽しいですよ結構。やってると結構やってるのかな、週1とか2とかでやってるのかな、週1、2でやってるんじゃないですか見てると、うんうん、そんなに、ね、履歴見てたら結構な回数やってたんで、うん、あ、まあ、結局 あの人の出演回数が多かったのも一眼動画トークで、うんうん、あの人がすごくトークノリが良くて、普通の人って、うん、まあ、エマークさんちょっと、まあ、別だけど誘っても、うん、いやまあ今日はちょっと、まあ、とかね恥ずかしいからとかね、うんうんうん、言うんですけど、いやいや全然いいですよっていう感じだったんですよね、うんうん、であの人ももう何十回って天体写真の時代から遡るとかなりの回数もう100回以上行ってんじゃないかな、うん、すごい回数ですよあの人出てもらっても、うんうん、そうだからもうああやってこう音声で発信するっていうことにもう慣れっこなんですよ、うん、まあ、僕もそうだけどね、うんうん、もう声だけでいろいろ表現するっていうね、映像抜きで、うんうん、そうそう、だから、まあ、あの人はもう今ね、うん、そういうのがこうあるから、うん、発信の場を持ってるから、うんうん、いやもう一番こう幸せだと思いますよ、うん、なるほどね、相方もいるしね、うん、あ、ジョイラスさんね、うんうん、もう僕は別にねこれっていう相方がいるわけじゃないから、うん、あれなんだっけ、宮下さんはね、うんうん、まあ、ちょこちょこ来てもらってますけども、うん、相方じゃないんですか、まあ、あの人もほら忙しかったりするときはずっと忙しいから、そういったときはあのほら全然電話出れなかったりするし、うん、あ、そうそうそう、だからまあ今後先々、うんうん、中長期的に見た時に、まあ、ずっと宮下さんとやるばっかりやるっていうわけでもないから、うんうん、まあ、いろんな方とつながりはやっぱり保っておきたいなって思います。そうですね、はい、なるべくその暇つぶしに付き合ってくれる方、またそんな言い方する絶賛募集中ということでね、うん、そうですね、うんうん、いや、いや僕もあの暇あったらいつでも使いますから、まあ、比較的暇なんでね夜は。ああなるほど、うん、あの VS、うん、アストロドラゴンツイキャスでいきましょう。何 VS アストロドラゴンツイキャス VS っていうかその、うん、ライバル、ああ、うん、他にこういう感じでカメラ関係で、うん、音声だけで、まあ、定期的に配信してるって方います？いや、いるんですか、ね、僕は知らないですね。僕はねそのツイキャスライブの世界、うんうん、はいや今あのツイキャス始めましたとかってたまになんかこうタイムラインで見たりするんですけど、うん、ちゃんとそれやってる人っていますかね。わあ知らないですね。いや僕が知ってる世界なんてすごい狭いですから、あ、うん、よっちゃんがこういうトークをやってて、うんうん、でその流れでアストロさんを、うんうん、ね、紹介していただいて、うん、そのアストロさんが今別でツイキャスやってるっていうこのぐらいの事実しか知らないですから。あ本当に、うん、もっとなんかいてもいいよね、うん、いやもしかしたらいるんじゃないですか、我々が知らないだけで。ああいるのかな、うんうん、うん、そうだね。ただね僕はね、うん、その別にカメラのトークっていうものがね、はい、別にそんなに好きだっていうわけではないので、はい、
まあ、ただ単にそのなんか面白おかしく、ね、うん、夜の夜中に暇つぶし的に話せればいいだけなので、うん、別にカメラじゃなくてもいいわけですよ僕はね。まあそうだね、僕が結局、うん、いやそれはだって一眼動画トークじゃないでしょとかって言い出すのは大体僕だからね、うん、僕が縛ってんだよね、うん、結局ね、うんうん、まあそういう話もあっていいと思いますけどね、まあたまにはね、だってそればっかりやられると、うん、もう何も喋ることなくなっちゃうので、ね、そうですね。でまあ僕もね毎日配信してるとやっぱネタがなくなってくるわけですよ、うんうん、でスペックをまあ上から下までカタログを読んでいきましょうっていうこともねやったりもしたし、うんうん、いろいろこうやっていってなんか長続きするネタってないかなっていうとやっぱりもうなんか想像の世界になるんですよ、うんうんうん、想像の世界、うんうん、例えば、うん、エマークさんって今から、うん、この場が、うん、プレゼンこう発表会の場だと思ってくださいって僕は後でエコー載せますんでつって、うんうん、今から1000人のリスナーの前で、うんうん、こう大々的にね新製品の発表会をやってくださいって、うん、オリンパスの EM1 マーク2っていうのが、ね、この冬発売されますって、うんうん、いかにこの製品をアピールするかっていうね、うん、プレゼンテーターにかかってますんでいいですかってぶっつけでね大丈夫ですかっていう感じで無茶振りをしてでマークさんにこうバーッと喋ってもらうね、どもりながらこう噛みながら、うん、無理でしょそんなの、すげえ長い原稿用意しないとダメですよ、うん、そうそうそう、うん、だからまあなんかそういう感じでここ最近は盛り上げてますね。ああなるほどね、うん、まだそういうカメラの話題もいいんですけど、うん、なんかまたちょっと違った話とかもね、何いいんじゃないかと。恋愛の例えばなんか、好きなもん何ですか、その食あの、はあ、食べ物で食べ物好きな食べ物何ですかラーメンとかですかね。ラーメンだと滋賀だとどこがうまいですかね。いや来来亭とかあー来来亭ね。なんで知ってんすか来来亭って。知らねっす知らないでしょまあ知らないですけど、うん、まあ僕も結構ラーメン好きですから、あうん、結構食べに行ったりしますよ、はあ、っていうような話題広げていってもいいし。そうですね、うん、じゃあ、うん、まあこれは一眼動画についてのトークだけど、うん、それ以外のところでやっぱりなんか一個これってやつで深掘りしたなんか、まあラーメンだったらラーメンでもいいけど、うんうん、まあ、そういう話でもいいかもしれないですね。なんかテーマはあった方がいいような気もするんだけどね。そう、テーマあっていいんですよ。テーマあっていいんですけど、そのテーマが別にカメラじゃなくてもいいし、うん、毎回テーマ変わってもいいと思うんですよ、うん、まあ、今回はじゃあちょっとラーメンの話しようよみたいなんでもいいし、はい、じゃあ次はちょっと嫁さんの話するみたいなんでもいいし、うん、いやいいですよ、うん、うん、うん、嫁さんの話いいですよ、うん、いいですよ僕も全然結構尻に惹かれてますけどね。あ、うん、怖いんでね、嫁さん怖いんでね、うん、まあその僕の嫁さん、そしてマークさんの嫁さん、うんうん、これらをどんだけの人がこう望んでるかって、そういうその情報をねっていう話で、誰も望んでないですよそんなことはねその、うん、その情報を発信するっていう意味でのトークじゃなくてですね、あ、うん、まあ、なるべくその面白おかしくね、あ、面白エンターテイメントですよ、エンターテイメント、面白おかしくなれば別に今僕の嫁さんだろうが何だろうが、うんうんうん、共感できる部分があってね、うんうん、笑いがあるんだったらいいですよそこは、うんうん、そういう方向に持っていきましょうよと、うん、立て直していただけるんだったら、はい、エンターテイメントですだから。いやだから最近あれですよ、昨日だって僕バンさんと、うん、何寸劇をやったんですよ、うん、寸劇ね、うん、それは面白いんですか。うん、もうぜひちょっと聞いてほしい。もうこの何かさ今日この前振りのところでエマークさんってこんな感じのやつをちょっと次回やりましょうよっていう感じでこれを引用したかったんですよ、うん、なんかでも一個そのこれ見てくださいって言ってよ。ああそれは宮下さんとのやつは宮下よだから。ああありがとうございます。それはあれだね、うん、なんかこう会話形式じゃなくて一人でこうなんか発表するっていう感じだったよね。そうそうそう、それ見ましたよ、うん、で昨日やったやつは、うん、GH5 が欲しいと、バンさんがね、うん、でバンさんの奥さんが僕なんですよ、僕が奥さん演じて、うんうん、でこうやり取りする中でバンさんがね、うん、僕に、嫁さんの僕に、うん、いやもう GH5 っていう、こうカメラが欲しいんやけどなとかつって、で僕が奥さん扮して、うんうん、こんなあかんに決まっとるやろとかっていう感じでこうやり取りするのね、20分ぐらい、うん、はいはいはい、もうずっとこう寸劇でこうわーってやるの、うん、という感じ。それ一遍聞いてもらって
ね、じゃあそれ見てみますか。そうで、うん、Mークさんイヤホンかなんかで聞いてもらって、で、うん、Mークさんそこでインスピレーションもし湧いたら、うん、Mークさんの話も出してんだよこれ最後の方で、うん、で、まずそれちょっと見てください。はいはい、そうですね、うん、いや、まあ、もうちょっとそれ基本的に昨日上げたやつはエンタメですよ、うん、もうもろエンタメ、うんうん、だから最近マークさんが喜ぶような、まあ、エンタメとかって言うから、うん、そこに応えてそういうことをやってるっていうのもあるからね。だからぜひマークさんには聞いてほしいっていうのが、うん、分かりました。正直なところなんですよ。はいはい、うん、すいません、ちょっと僕ね結構ね YouTube 実は見ない人なので。ああ、まあそうでしょうね、僕も見ない人なんで、うん、だからちょっとテレビっ子なんですよ。ああそうなんですね、うん、うん、なんでね、うん、見てくださいって言われないとねスルーしちゃうんですね普通に。はいはいはい、いいっすよ、うん、全然そこだけじゃあまあちょっと30分聞いてもらって、うん、はいはい、うん、でどうだったかっていうのをちょっと聞かせてください、うん、で、まあ、結局それが前回のやつがどうだったかっていうのはまあちょっと抜きにして、うん、Mークさんと僕の今後の絡みで接点の少ない僕とエマークさん、うん、の今後の絡みでこういう方向性はどうっていう一つの提案なんですよ。なるほど ね、うん、そうだったらいろんな多分ネタに振ってきると思うんですよね、うんうんうん、そうぜひ。わかりました、ちょっとねじゃあ、うん、それを聞いて、うん、どうかちょっとインスピレーションを沸かせて、はい、まあ、ちょっといろいろネタを考えたりとか、ね、こんなんどうっていうね、うんうん、そうですね、うん、じゃあちょっとそれまず聞いてみてって感じですかね。はい、わ、うん、かりました、はい、そんなところにしておきましょうか。そうですね、まあちょっと今後だから、はい、まあ、そういうなんていうんですかね、うん、ネタ的なやつもやりつつ、うん、僕が出るときはですよ、はい、それとあとは、さっきちょっと話した生放送、はいはいはい、うん、これをちょっと、ね、ぜひやっていただきたいなと。ああ、わかりました、うん、はい、それはお約束します。まあ、まずバンさんにちょっとアプローチしますね、うんうん、ちょっと僕自分のチャンネルでやるの嫌なんでねなんか僕なんかさそれ吐きだめみたいな感じで思ってないいやいやいや、めんどくさいですよ自分のチャンネルでやるのって、うん、まあ、うん、ホストやるのめんどくさいでしょだってえ、何がホスト、うん、だって喋って終わりだったらすごい楽うちんなんで。ああ確かにね、うん、招かれる立場だったらね。そう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 、うん、まあまあいいや、わかりました、うん、まずはちょっと見てください。わかりました、はい、じゃあ本日はこの辺で、はい、そうですね、終わりにしましょうかね。はい、じゃあ本日はマークさんにお越しいただきました。はい、お疲れ様でした。はい、ありがとうございます。はい、お疲れ様です。はい、失礼します。